イスラーム世界の少年愛。イスラーム世界における少年愛は9世紀59世紀半ばに至る時代、死、芸術、スピリチュアリティと共にイベリア半島から北、インドまでの地域におけるイスラーム文化の後半かつ特徴的なもとであった。イスラーム世界における少年愛の概念は美少年の無垢への精神的崇拝を一方の極みとして 少年への嫌をなしの強制までの広がりを持つ。ソドミーは宗教的文脈において重い罪悪として捉えられたが地域、時代ごとに様々に問題視されつつも同性間の関わりは多面性を持ち罪とされない要素も存在した。イスラームの牧興と少年愛の相関関係について現代の歴史家は少年への愛は公共空間からの排除による女性の保護という イスラーム的観点に関連すると指摘している。社会秩序上問題となるほどでない限り、必然的、個人的な行動を考慮に入れる、イスラーム法の傾向も影響するとされるのである。また、意縮、英雄的愛のトッポスは、女性同様、髭のない美少年をも対象としており、特に文学においては、このような傾向が強い。文学は、美少年へのそれを含む愛に魅惑される。 イスラーム文化のあり方を反映する。イスラーム文学史上のすべてとは言わないまでも、そのほとんどにおいて、愛はまさしく愛であったのである。ウルドゥーご詩人、ハズラトモハーニーは、愛は、すべて、無条件に、よしという。恋人たちはこの文脈において、殉教者であり、英雄と考えられた。恋人たちの狂気、不合理、棒が、そして常に渇ききり、いずれ死に至る願望。 欲求は、萎縮として現れ、称賛されたのである。アラビア語の理念に言う、萎縮は愛するもの以外、すべてを焼き尽くす豪華であると。少年愛の主題は三分にも多く現れるが、文化に最も多くの印を刻んだのは一貫して、詩、陰文のジャンルであった。このトポスは、イスラーム期のイベリア半島から、北、インドに及ぶものである。イベリア半島では、例えば、 イブンハズムの、鳩の首飾り。エジプトでは、シャムスティ・ムハンマドイブンハサンアルイコールナワージーの、ガゼルの草原。バグダードでは、アラビア語詩人でも第一に、名の上がる、恐るべき人の子、アブヌワースや、ペルシア語では、サーディの、バラエン、コレスターン。北インドのウルデュー語詩では、ミール、タキー・ミールやミールザー・ガーリブなどがいる。予言者のハデイ及び法学上の学者たちの議論の、 中にも、少年愛の観光を厳命して規制するものがある。深夜派のテクストでは、男性が、少年との性的交渉を持った場合、少年が未成年であろうとも男性による少年の母、姉妹、娘との婚姻は違法である。また少年との成功に先立って、戦術の女性らのいずれかと婚姻関係にある場合については婚姻関係に影響を及ぼものではない。しかし、 このような関係は避けるべきであるとある。また、未成年者との関係についても言及し、公医者が成年男性であり、非公医者が未成年である場合は、適法ではないという明確な検知から好ましからざる、ことであるとされる。またこの際公医者の娘、兄弟姉妹は非公医者に対する責めを負うことはない。すんな派でも、このような観光に関して言及がある。 4大法学派の一つ、マーリク法学派の創始者、マーリクイブンアナスによれば、アムラード、青少年、ひげのないものと成功は、未婚あるいは旅にあるものについては良いとされる。ハディースには、非常に厳格なものもある。アブーラーウードの伝えるスラン、スンナの複数形によれば、少年との同性愛関係を持った者、好意者、非好意者とも主とするハディースがある。 中東における同性愛的要素は、その歴史的地理的要素の影響を受けた。例えば叫び目、サーキー、借人の故障のような少年の存在は、同性愛的情熱の象徴として、ヘレニズム的要素を認めることが切る。このような思想は素朴、原始的文化では欠如しており、少年はその父から必要とする全てを学ぶことができると考えられた。 しかしながら高度に文明化された世界では、少年の魅惑的な力を経験豊かな男性をして少年に対して愛情を込めて教え導かせる力として定義づける。イスラームも中東における同性愛の受け入れに関わる要素である。美少年の価値に関してクルアンそのものにも言及される。すなわち、ムスリムは純潔な少女同様に美しく若い少年たちが待つ。 五十二、二十四、五十六、十七、七十六、十九。イスラーム法学上、美少年に魅惑されることはごく一般的で自然なものとして扱われる。ハンバル派の法学者、イブン・ジャウズリ、千二百年没は、美しい少年があるいは、若者を見て欲望を抱いたことがないと主張する者は虚偽を言う、ものである。彼を信じ得るとするならば、それは、 彼が獣であり、人間ではない場合であると言ったとされる。しかしながら、拷問成功、リワート愛法であり、誘惑への抵抗を命ずる戒律を通じて、男性は美女以上に美少年に魅惑されることにより慎重たるよう勧告される。これは預言者ムハンマドが、ヒゲのない少年に用心せよ。少女よりも大きな混乱、人なおそなたらにもたらすからであると命じたことがその、 背景にある。同様に、法学者のスフヤーン・アッサウリー、783年頃、ボツは、性的誘惑に関して、すべての女性が一匹の悪魔を連れるとするならば、美少年は十七匹を連れているという。同時に預言者のハディースは、汚れのない愛は楽園へのとの一つであると断じる。すなわち、愛し、純潔さを保ち、その火を火して死ぬ者は純教者である。 こうして、イスラームにおける少年への愛は、破滅への塗というキリスト教における理解とは、対照的に抑制さえさ,えされていれば、天国への塗ともなるものとなるのである。また、美への愛という面からも論じられた。ハディースは、神は美しく、美を愛すまた、美貌は目を楽しませるとの預言者の原稿を伝える。これは美への愛を洗練、交渉の詳細として受け取り、 美少年もその例外ではなかったことを示す。17世紀のペルシア人哲学者、サドルア・ッティン・シーラージーは次のように論じる。我らは先連の精神、繊細な性格を持つ者を知らず、乱すは粗暴な魂、粗やな心、粗雑な質を持つ者ばかり。それも、かつてこの愛を廃したゆえ、現今の人々は、詐欺、銃を共にするために、男性の女性への愛。 そして、女性の男性への愛に自らを縛るため、この種の愛を拝した。これは、動物の性のごとくあらずや、純粋性や、高尚者の対局側の少年愛的関係も、広範なものであって、千代人よ物語を含む数多くの詩や、芸術の中に言及される。バグダードの宝刀詩人、アブヌワース、750年から810年は、少年たちへの性的。 征服を誇った。少年たちは、多くの場合、キリスト教徒の職人であり、ワインを飲ませて、征服したのである。愛情豊かな関係を歌う詩がある一方で、マーマやアフアイコールルーミーの四行詩のように、明らかに交換をうかがわせるものもある。リワートの術は、王しさと、たくましさの道。ライラーを捨てよ。マジュヌーンを取れ。さらにアッさを捨てくさい量。 抗がの少年すべてに乗れよ、脱がせよ、泣くならば知らせよ、そなたのものを、力で犯すのだ。この類の行為はいかなるものであれ、罰されるべきものであった。行為を完遂させた者は、自発的であるにせよないにせよ、逮捕される。逮捕には4人の男性あるいは8人の女性の証言者を要するが、もし逃げおせたとしても、地獄の効果に焼かれるものと考えられていたのである。 資料は、同性間の性的関係が原初期のトゥルク系、征服者、アフラースイアーブ、トゥランの伝説的英雄と、その遊牧集団によりもたらされたという。アフラースイアーブの征服した、地元住民は、不自然な悪癖といって、大いに衝撃を受けたという。また、ゾロアスター教の祭司らは、そのような行為をなせば、いかなるものも、死、として、 殺人以上の罪と定めたのである。古代ペルシアにおける少年愛の起源は、当の古代においてもすでに論じられている。ヘロドトスはギリシアから学んだものだとしている。すなわち、ペルシアの豪奢な行いのすべてはギリシアからの借り物である。ギリシア人が少年愛を教えたのだという。しかしながら、一方でプルタルコスは、ペルシア人はギリシアに、 到来するるか以前から、肝眼の少年を、キリシアの方法で用いていたと論ずる。これらに対して、リチャード・フランシス・バートンは、チグリスイコール、ユーフラティス記言説を取る。さらに近年の研究では、ペルシア文学研究者ザビーフ・アルラー・サファーが、少年愛を、西暦10世紀、11世紀、トュルク系軍事奴隷から身を起こした王たちと、 黄色人種の中国部族のダラクタ支配以降、イランを汚染してきた、はずべき遺産と論じている。イスラーム期のイランについて、ルイス・クロンプトンは、少年愛は目を見張るほどの流星を極めたといい、文学にも、少年愛的トッポス、すなわちバッチェバーズイ、少年遊びということが頻繁に用いられた。ウマルハイアーム、1123年没のルワイアートや、アタール、 1220年ゴロボツ、ルーミー、1273年没、サーディー、1291年没の、バラエン、ゴレスターン、ハーフィズシーラージー、1389年没のガザル、さらには、イーラジミールザー、1926年没で、サモ、美少年、あるいは行為そのものへの露骨な言及とともに、同性愛的暗誘に満ちた作品を物している。 このような習慣を批判する者もいた。ガズニのサナーイーは、その一人であり、詩の中で当代の少年愛的習慣にあざけりを加えている。例えば、ヘラートのフワージャがその故障とのわずかな王瀬を、モスクで楽しもうとした話がある。何を避けるに場を見出せず、フワージャは、乱れ、モスクを思うにこともなし、と、フワーチャは思う。しかし信仰はつき者に見出される。 信仰厚き者は、伝統的な同性愛への非難を用いて難事、叫ぶ。その罪深きを行いは、すべての実りを召し、干つを招くのだ。としかもサナーイーは、この新人深き男が、フワーチャーが決まり悪く退出した後に、少年にまたがり、なすべきことをなしたのだと皮肉っている。中世のペルシア語史における、少年愛的トッポスは、 上記のように広く浸透したものであって、西欧諸言語への翻訳にあたっての障害となった。ディック・デイビスは、さらなる文化の壁であり、特に乗り越えるのが難しいものとして、中世のペルシア語言文における、少年愛の多大かつカルト的流行で挙げられるのは、疑いないという。デイビスは、西欧書語への翻訳について、ペルシア語言文での代名詞が性を持たないという点を、 多くの翻訳者が活用していることを指摘する。これを用いて、翻訳者は承知の上で、問題をごまかし、何事もないかのように原文の不適切な部分を削除、修正してしまうのである。これは著名な作品でも同様で、例えば、サーディの、バラエンのさほど過激でないエピソードさえも、英語への翻訳において、異性愛のエピソードにされてしまっている。少年愛的伝統は、 絵画などの芸術にも影響を与えている。性的に過激な数例は存在するものの、ほとんどは、行事によって魅惑的な状態を見出すという、スーフィズムの感性を反映したものである。男性と美少年の組み合わせを描いた絵画が多いが、これは、一方の男性が美少年を行事しているのである。サファビーのシャー・アッパース一世に保護されたレザー、アッパースイ、e、は、叫び目。 サーキー、借人の美少年、美青年を単独、あるいは男性を伴った形で描く多くの作品を残している。ペルシア宮廷への英国大使秘書、トマス・ハーバートは21歳であった1627年から1629年のいずれかの時点でのシャー・アッバースの宮廷の様子を報告している。借人の少年たちがいた。彼らは金の道義をまとい。 きらめく飾りをつけた、豊かなターバンをつけ、上等のサンダルを履いている。肩にかかる髪は、カールし、くるくるとした目、そしてうっすらと染まった方をしている。この時代は、男性売春宿アムラードハーネ、髭のないものの家が法的に公認され、課税されていた時代でもある。ジャンシャルダンは、同じ時代ペルシアを旅し、女性を提供しない数多くの男性売春宿を見た、と報告している。 17世紀後半に旅した、ジョン・フライヤーは、ペルシア人は、謙虚さを投げ出し、女性と同様少年たちをも絶望しているとの感を持っている。ペルシア人の少年との楽しみに関する悪評は、19世紀後半、リチャード・フランシス・バートンが、中央アジアの少年愛に言及する際、ペルシアの悪壁という表現を用いたほどである。バートンは、少年は食事、入浴、 脱毛、難航、多くの化粧紙と最大限の配慮を持って用意されるトシャル団の観察を確認し、さらに19世紀後半にも男性売春宿が存続していたことを述べてる。また、ペルシア人のこのような習慣は少年時代に始まると仮定し、少年時にアリーシュ・タキーシュという遊びでお互いに性的優越を乱すのだという。そしてその後、結婚して、 子供が生まれると、再び、課長は、美少年へと舞い戻ると。オスマン帝国における、男性と少年の同性愛関係は、商業的な性格を持つことが多い。少年らは、例えば巨着、ペルシア語空チェク、小さいに由来するのような芸能者や、ハンマームのテラク、サンスケとマッサージ師を兼ねるなどが売春に携わる。彼らは一般に、ムスリムではなく、アルメニアやヨニア、 バルカンなどから売られてきたものが多かった。拒着のあり方は17世紀から18世紀にかけてのオスマン朝文化の中心的要素となり、流星を極めた。美少年の踊り子をめぐる競争が加熱し、社会秩序維持上の問題となるに至り、この観光は1856年、スルタン・アブ・デュル・メジト一世の知性下で禁止されることになる。って一択も重んじられた。 個々人の性格、特質をリストアップしたカタログが作成され、彼らの行為をめぐって暴力事件に発展することもあった。その一例として、18世紀半ば、対立するイエニチェリの集団間で死外線が起こっている。この際にはスルタンが介入し、鎮静化、少年は公主刑に処された。美少年と関係を持つ軍人たちは遠征に、 彼らを伴ったものと思われる。英国人旅行家ヘンリー・ブラントは1630年代のオスマン軍のポーランドへのバルカン公軍に同行失議のように記録している。パシャはそれぞれ10人から15人の妻、同数あるいはそれ以上の少年を連れ、おおむねベルベット、あるいはヒーローの服を着て、円月刀を履き、贅沢な備品を帯びて、勇ましく騎乗してゆく。 オスマン帝国下での性的観光は共存するキリスト教徒からたびたび避難の対象となっている。モルダビアの年代期では1475年のクリミア半島作戦においてオスマン帝国が汚らわしいソドミーを追う邪教徒トルコ人によって150人の少年を満載ガレオン戦で出港させたと言及している。1603年から1605年の間、 オスマン帝国の捕虜となり厳しい状況下に置かれたトーマス・シャーリーはオスマン人について次のようなことを述べている。すなわち、敬虔なキリスト教徒であれば妻も恥じるような少年との拷問成功を厚かましくも堂々と行っていると。友人バイロンと共にイスタンブールへ旅したジョン・カム・ホブハウスは巨着の踊りをゾッとするほどに汚らわしいと評し、また、 ドンレオンの筆明によるし、おそらくは、イロによるものとの指摘もあるわ、途方もない場とトルコの少年外春に言及している。このような性的観光は、現代に至るまで、オスマン帝国領を構成した各地の言語に痕跡が見られる。例えば、後ろとか、肛門を意味するペルシア語からの借用語プーシュとは、性行為の受け側に対する現代ギリシア語別称。 プーシティスとして現れており、また、ルーマニア語でもプシティは、現在では、子供や若者の用いる特に強い意味を持たない言葉となっているが、19世紀末まで少年愛者や異常性、思考者の意味を持っていた。シャリアに基づくオスマン警報の研究では、少年との同意な規制行為を持続的に行った場合には、重罪とされ、有罪とされた場合には、 極刑もあり得たことが明らかになっている。ハブロック・エリスは、性の真理、1927年出版の中で次のように述べている。ハーンはその著書、アルバニア研究、アルバイニシャシュトゥーィアン、1854、P166 で、ゲーグの人々は16歳から24歳の若者が12歳から17歳の少年を誘っているが、24。 25歳で結婚し、以後はおおむね少年愛を断念すると言っている。以下は、ゲーグ方言を語る、アルバニア人の実際の言葉としてハーンが報告する、ものである。恋人の少年に対する思いは、陽光のように純粋で、最愛の少年を聖者とも仰ぐ。これはおよそ人の抱きうる、最も高奇、高媒な情熱。美少年の姿は恋人に驚きを与え、 心の戸口は美への行使という喜びに開く。愛は思考感覚が一切他に及ぶことのないほどの状態に恋人を小中のものとするのだ。最愛の少年の前にあれば、恋人は少年を見つめることにただ夢中。そうでなければ、少年のこと以外何も考えられない。そして少年が立ち現れれば、彼は乱れて色を失った挙句に赤くなったり、 青くなったりするのである。胸の鼓動は高まり息が詰まる。恋人の字木はただ少年のためにあるのみ。かつ、手で触れるお酒、ただ額に口づけをするのみ。にもかかわらず、女性に決して用いない少子を少年に捧げたたえるのである。ゲーグ方言を語るアルバニア人たちが歌う恋歌に次のようなものがある。少年よ、傍らに来たるそなたは、 朝に初行をもたらし昇る太陽のよう。黒い瞳の眼差しを向けられるとき、私の理性は消え失せると。しかしながら、アルバニアに詳しいウェイガンド教授がベーテに、ハーンの解説するような関係が、理想主義による抑制を受けつつも実際には性的な関係であったと保証している点も付け加えねばならない。また数年前に、アルバニアを旅したドイツ人学者も次のように、熱気に語っている。 ハーンの述べるところを完全に確認した。しかし、断言はできないものの、このような関係が完全にプラトニックかどうかは疑問だ。また、このような観光が広く行われたのは、ムスリムの間であったが、キリスト教徒にも見られ、教会の聖職者の承認も得ていたのである。嫉妬によるもつれも、たびたびのもので、時に殺人に発展することもあったようだと。中央アジアにおける、 少年愛の習俗は長く広範な歴史を持つとされる。最も模範的なあり方として語られたのが、カズナーサのスルタンマフムードとその奴隷、マリク・アーヤズとの愛である。スルタンマフムードはまさしく愛の力のゆえに、自らの奴隷の奴隷となった男の霊とみなされる。一方、アーヤズは典型的理想的な恋人、そして、スーフィズム文学での純粋性の模範と考えられる、ウになり、 彼らは、ペルシア文学に登場するカップルでも最高位を得たと、言えよう。ハーバード大学のアーガーハーン・キネニラン学講座、教授のプロドスオクトールスクジェルブは、この愛のあり方を、トゥルク系宮廷における、少年愛習族の現れとみて、11世紀から12世紀にかけてのイランの支配者、トゥルク系のガズナーサ、セルジューク・アサ、ホラズムシャー長の宮廷において、 少年愛はごくありふれたものであったという。千代人世物語の英訳者、リチャード・フランシス・バートンはその決時において、次のように言及している。アフガーンは、広い範囲を旅する商人であるが、その対象は少年らを伴っている。少年のほとんどは、女性の服装を着けて、目に眉墨を引き、頬便に、端くれないを刺し、髪は長く。 カジャワというラクダの背カゴに飾り立てて乗る。彼らはクーチーサファリーすなわち旅の妻と呼ばれる。夫にあたる者たちはその脇を根気よくテクテクと歩いてゆくのである。少年との結婚という習俗はもはや広く目にすることはないものの一部に残っている。以前に比べ好意的に見られることはなく、これは一部にはイスラーム復興に起因するものである。2005年末。 パキスタンの部族地域で、アフガン難民のリヤクバート・アリー、42歳と、そのパキスタン人の恋人マルキーン・アフリー・ディー、16歳、が、公の結婚式を挙げた後で、部族の長老たちから死を迫られるという事件があった。アメリカ合衆国のアフガニスタン侵攻以降、西洋の主要メディアは、アフガニスタンのカンダハールやパキスタンでの、成人男性と少年との関係などを、 やや嘲笑的に、また時に、小児性愛と絡めて報道した。このような関係における通常13歳から17歳くらいの少年たちは、ハリーク、美少年、アシュナー、親愛の友として、男性は、メフブーブ、恋人の意、愛を意味するアラビア語のマハッパフに由来し、ペルシア語もハッパートが、さらに点火したものと呼ばれる。バルカイも、 成功可能なヒゲのない少年に対し用いる言葉として報告されている。記事ではカンダ・ハールなどパシュトゥーン人地域における同性愛の風潮はその厳格な良性間の分離に起因し、いかなるモラルも教育的価値もないと論ぜられる。しかしながらこれらの報告は政治的偏見が正確性に勝り、エスノセントリズム的影響を受けていると指摘される。 ブライアン・ジェームズ・ベアーは、記事の含意するところは、挙げられたような関係をアメリカにおける究極的、タブーであるところの成人と未成年者の成功と同一視することで、パシュトゥーンの伝統を貶めることが目的であったのは、明らかであり、また、西洋のジャーナリストは、長期的感情的絆を損ない、性的取引へと固着させると主張したと論ずる。対照的に相互に、 愛情豊かな長期的関係を伴って、少年を囲う再大者についての現地資料を用いて報告するメディアもある。上記のような少年愛的関係の類型化のほか、少年兵のあり方の一面として、男性の少年に対する性的暴力も報告される。アフガニスタンでは、数千に及ぶパキスタン少年が、タリバーンで自ドを実行するために、ムッターたちによって徴収された。 しかしながら、これは単に身の白金の獲得を目的として秘密売りの収容所に集められ、組織的に虐待され、約1500人程度が生き残ったのみであるとされる。パキスタンでは未成年者の売春は違法であり、またバンコクに拠点を置く、国際児童保護運動組織、児童売春、児童ポルノ、性的目的児童移送廃絶道、イクパートによると、 児童虐待は死刑に処されることになっているが、パキスタンにおける少年に対する性的搾取も、後半にわたるものであることが報告されている。中央アジアの北部、トュルク語を語る地域でのバッチャという芸能者は、少年愛的要素の現れの一つと言える。バッチャとは、トュルク語、が、ペルシャ語からの借用語であって、借用元のペルシア語、バッチェ。こちらは通常は男の子。 子供の糸、同様、時に、肢語に近い響きを持つ。バッチャは、戦場的な歌と際どい踊りを演じ、まばゆい衣装をつけて化粧を施し、時に売春をこととした。バッチャはムスリムであり、幼児から、顎げが生えそろうまで踊る。ロシア帝国による征服後は、このような伝統修俗は抑圧されたが、その初期に、ロシア人探検家はこれを目にして記録している。 ムガル朝代は少年愛的要素の影響が美術、文学に強く現れた時代であった。ガザル様式詞はそのような表現において好まれ、ミール、タキミールなどの施策に用いられている。少年愛的魅惑についての物言いは非常に広い幅を持つ。一方の曲には本質的に汚れのないものであって、少年に対する行使、アラビア語でナザル、 ペルシア語でシャーヒド・バーズイーとしてフィズムに取り込まれた要素がある。これは人が相対的な美としての少年を見つめることを通して絶対的な美としての神へと近寄る修行の一種として考えられる。現代のスーフィズムではこの行使を性的欲求を成人的意識へと変容させる真正面の修行であるとする。リチャード・フランシス・バートンは自らの役所、 地と人う物語の決字、パート D において、東洋人は女性への愛より男性への愛に価値を置いた。恋人たちをペルシア語の蝶とブルブル、ナイチンゲールに例え、また少年を投資ミに、少女をバラに例えるが、これを用いて、例えば、投資ミへの蝶の献身は、バラへの、ブルブルの愛に勝るというのである。スーフィー詩人のアブデラフマーン・ジャーミーの、ハフト・アウラング。 七王座飾り写本には、恋についての父から子への導きと題された部分に、記された印文がある。ここでは、父が息子に対し、価値ある男性を選ぶときには、単なる肉体的な関わりを超越することを知り、性格や心映えへの愛を示すものを選べと言っている。次の詩はスーフィズムにおける愛を知へ転ずる方法を、物語っている。そなたへの愛、その批判を壁に戸口に、 かかざる家はなし。そなたの過ぎる、いつかその日に目に留まり、我が悲しみを知らばとて、心の内に、かのかんばせは我が前に、このかんばせが我が前に、かくて知る、我が心が何を抱くか。ナザルは、競技に従い身体的関わりを常時しようとはしない、男性にとって愛を示す、重たる表現法であった。しかしながら、すべてのものが、 競技に厳密に従っていたわけではない。バスラのラービアールイコールはダウィーや717年頃から801年頃、神秘主義的、神への愛の競技を示した最初期の女性聖者が金欲スーフィー、シラバーフアールイコール海水の少年への接吻を見て疑問を呈した際、彼は逆だ。これはいと高き神が与えたもう神の奴隷への慈悲である、と言っている。 保守的な裏ーは少年日を凝視する、類の観光を非難している。一別どころ書きスよりも楽しんだという、デルビーシュらの言葉は、この非難を正当化するものであろう。イブンタイミーや、1263年から1328年はナザルを、奴隷の少年に神を見たと言ってキスしているのだと言って、一旦扱いし、非難している。これについて、ピーター・ランボーン・ウィルソンは、 宗教の既存のあり方への脅威となったのは、同性愛と信仰の根拠ではなく、実に人間が宗教的実践によるよりも、愛においてこそ、より人間自身を理解できるという主張であったのだという。ウラマーの反感にもかかわらず、マレーとロスコーに従えば、観光は近年までイスラーム世界に残っていたと去る。純潔を保った少年愛に対する、 寛容性は800年代以降、特に文学、宗教において一般的であったが、1800年代半ばに入ると、西洋化されたエリートがヨーロッパにおけるビクトリア朝的道徳を採用るにあたって、衰退を始めることになる。歴史的資料についても曲解、歪曲されたことが指摘されている。ハーリドアルイコールルアイヒブは、その前近代中東における同性愛の研究で、 アラビア語、ペルシア語による恋愛史など諸文学が決まって異性間のものとされ、あるいはポストコロニアルのアラブイスラーム研究者の批評によっていかに価値を貶めることになったか報告している。アブーヌワースの今日でも広くアラブ世界全体で入手できる詩集は1932年にカイロで出版されたが、これは削除修正版であった。イランについては、 ジャネット・アーファリーによると、パフラビー長期、イスラーム共和国期のいずれにおいても、古典ペルシア文学の詩人たち、すなわちアッタール、1220年ゴロボツ、ルーミー、1273年ボツ、サーディー、1291年ボツ、ハーフィズ、1389年ボツ、ジャーミー、1492年ボツ、あるいは20世紀のイーラジミールザー。 196年没、までも含む、人々の詩集は、美少年、あるいは行為そのものへの露骨な言及とともに、同性愛的安威に満ちたもののままであったという。しかしながら、文学教授は、このような美しい同性愛師が本来は同性、めでない、そして露骨な言及はすべて男性と女性のものとして、教えるよう強制されたのだと述べている。西洋の研究者も、 同様のことをしているという。1999年のスペクテーター史書祭の古典アラビア語詩アンソロジーへの表で、R ・アイペンギンは特集された詩人の少年愛詞を編集者が選別、誹謗した子を擁護している。アーウィンがこの分野全体の外観について、公正さを維持した点は、称賛に値するだろう。サナウバーリーは、自然な詩以外にもムザーカラートがあり、 少年名の詩がある。しかしこのアンソロジーについて我々は自然な詩を擁護すると言っている。実際のところ、自然な詩の方がはるかに興味深いのだと、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。